はい、どうも、楽しいご飯の時間ですよ。今日も弁当を作っていきました。弁当を作ってみました。この間説明するの忘れてた、ね、あの黒い帽子ずっとかぶってたじゃないですか。なくしちゃったんですよ。で、もう一個あった家にあった赤い帽子をちょっとかぶってます。今日も暑いね。今日も暑い。でも今日は良かった。日陰のとこですから。で、黒い帽子、アマゾンで、中国発送らしいね、あれは。同じやつ、まあ同じやつかどうかわかんないですけど、一応同じやつ。あ、美味しい。2個。変えようと、今回みたいになくしたらいかんからっていうので、注文しました。よし。出しますよ。出します。いつも通り、袋二重で。完璧です。そして保冷剤も入っております。安全です。保冷剤もどっさり入っております。安全です。端も冷やしてます。ほら、全然溶けてないもん。何個も入れてるから、何個も。これで弁当1回分、1回分ってこうやってスライドでこう、ローテーションで、スライドのローテーションで、ローテーションでやっていきます。ローテーション。いやー、今日のも楽しみですよ。今日の弁当も、はい、見てください。気に入っちゃってね。気に入っちゃってさ、トマトドカンと1個やってくるの気に入っちゃったね。ランチョンミートと、あと熊本からしれんこんの冷凍のちっちゃい一口サイズのやつ、これは弁当にぴったりよ。解凍とかしないで、そのまま入れれば勝手に溶けてちょうど良くなりますよっていうの書いてあったから、いや、それは間違いないでしょうということで、まあ、いただきます。これ相当いいよ。これちょっとこのまま突き進んじゃおうかなって思っちゃうぐらい、ランチョンミート3枚も入れちゃった。野菜からいきます。あ、玉ねぎの刺激が程よくていいわ。米は多分16だと思うんだけど、十何穀米ちゃんと分かります。野菜シャキシャキだな。素晴らしいね。あ、今来た。今来ました。ランチョンミートのエキスが来ました。今度はうちの弁当屋さんとか、まあでも分かんないからな。タイミングよく、どのタイミングでどこでお昼のご飯の時間にしようかなんて決めてやってるわけじゃないから。ちょうどいいタイミングで出会えばいいですけどね。それがなかったらもうコンビニエンスストアとかそういうことになるわけです。
って持ってきたらもう間違いないんだ。今考えたの。あんまり聞いたんですよ。もう2回とも打ったって言って。ワクチン接種を。いや、人はもう大体2回目の方がきついっていう話を聞くじゃないですか。うちの母は、1回目の方が大変だったなって。アンマンが聞いたけど、アンマーのアニアタ、母の姉たち、おばさん、おばちゃん、僕から言うととか、おじちゃんとかどうだったかな。何も言ってもんから大丈夫だったんだろう。ちょっと聞いてみよう、今日聞いてみよう。いやないですと。あなた変わりはないですか。掴めないな。重量感が半端ないな。でもこれね相当いいよ本当に。保冷剤入れてるから余計冷えてるのに非常に美味しいの。うん、ほらたまらんね。デザートと2つ欲しいぐらいだ。サラダ扱いで1個、食後のデザートで1個。押していいよ、押したよ。いいね、若者。学校の自転車置き場に。なんか約束してるわけでもないし、携帯があったわけでもないけど、ちょうどいい時間ぐらいに学校終わり、仲間が集まって話したりとかしたもんだ。しかしこじゃしたもんだな。あとはあ今日いいな、今日いい天気だな、海っかっつってさ、そのまま海行って、まあ泳いだりもするけど寝転がったりさ、したもんだな。海いいな。特にこういう時期はもう最高だね。海。あれは YouTuber か YouTuber か、あどうせ売れてねえやん、人気の誰だ。いや分からんやつ。自分で YouTuber って名乗ったことないし、 YouTuber と思ってないけど、人から見たらね、そういう風に言われますから。まあこうやってやったらね、
やっぱ美味しい。やっぱ美味しい。たまらんのこの塩気が。最高だな。最高。また忘れちゃった。これどこだっけ。チューリップのランチョンミートって作ってんの。ノルウェー、デンマーク。国では消費される。僕は聞いたときはです、量はそんなにないと言ってました。今度は日本だと沖縄、奄美、南西諸島なんだっていう話をちょっと聞いたことある。どこだっかな。また行きたいな。デンマークのご苦労に、デンマークだったな、あれはご苦労ね。あのハート型のがマークがついて公開ですよ、ちゃんと。デンマークだったと思うな。財布に入れて持って歩いてますよ。なんかすごい運気上がりそうだなと思って。熊本からしてちょうどいい、支店会長ちょうどいい。来るね。おいしいな。いや、卵焼きも作ってみようかなと思ったんですけど、このからしれんこん3つも入れるから汁ばっかになっちゃうな。より口の中にこの米のさ、豆が入ってきてホクッとするのよね。たまらんね。っていうか袋の中でさ、あの豆とか大粒だって上の方に、まあ、鳩が来た。上の方に来るじゃないですか。豆の話聞いたしたら鳩が来る間、豆って言葉も分かるかもしれない、鳩は。豆は上の方に来るじゃないですか。だからそのタイミングによっては豆がたくさん入ってる時があるの。幼稚園と保育園の違いってわからないんだけど、まあ、いずれにしても何時頃までやってんの。だいたい昼か、12時ぐらい。あ、でもそれじゃ共働きのお父さんお母さんのとこだと、あ、さら延長保育的なやつかな。どうなんだ。
12時までだとしたら着替えて出かけて着いたらもうすぐ帰ってきてるから逆に大変じゃん。子供たちも親御さんも3時ぐらいまでやんのか。なるほど。子供がいないから結婚もしないからそういう情報はもう本当弱いんですよ。分かんないの。そんなの常識だろみたいな、もう僕ら世代だったらね、僕みたいな子供の方が少ないじゃん。独身で何もしないでね。暮らしてるのが ああちゃんと手は消毒しました。これはもう入れ物だけ、元の最初のはなくなった。別口でボトルの大きいやつのアルコール消毒液買ってきて、それをこう詰め替えでやってます。思ってた以上に今日のお腹いっぱいなんだ。なんだ何が操作してる。いつもと量変わらないはずだよ。また熊本が行ったらもう一口からしないから今度は2袋か3袋が買ってくるから。熊本からしれんこんとランチョンミート3枚で、あとはトマト玉のやつ、玉って全部玉か、丸ごとドカンと入れた手作り弁当。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。カンボジアと。